おお、いいサイズじゃないのこれ。ディッパーを使っていない。クランクベイトの竿でぶら下げておいて、今日は使ってますよ。よいしょ。浮かべて。で、ディーパーの方を狭い 290Hz の角度にして、後ろからチェックして、前の方はローランス。さあ太陽が差してきましたよ。うお、幻想的な。当たりはないけど、冬のこの朝のこの一瞬のふわーっていうこの空気はいいっすね。なんつうかとっても癒されます。引き続きルアーはレッグワームをチクチクやってるだけなんですけども、ちょっと当たりが遠いんで、そろそろディトレーターとかそういうちょっと違ったやつも試してみようかななんていう風に。ちょっとな、この日が差すまでの間にもうちょっと釣れるかと思ったんですけど、苦戦中です。そういえばバスは健康に過ごしているのでしょうか。とりあえず大丈夫そうですね。バスは健康そうでした。ちょっとリーダーを短くしてみますよ。結構リーダーの長さで色の違いで杭が変わるっていうパターンと、あとはこのリーダーの長さで当たりの出方が変わる場合もあるんで、一応ねやれることはいろいろ調整してます。
冬の釣りな、何釣れんだっけな。よし、来た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 よ。よいしょ、おー、冬バス。よいしょ、ルーメンよし、なんとか2匹目。よいしょ。ちょっと水温を10メーターのフラットにいる、まあちょっと色的に越冬バス、越冬バスって感じでしたね。水温10度、フィッシング10.7メーター。続き頑張ってます。